皆様こんにちは、東京ヴェルディの馬場誠也です。佐古真也です。ゴールデンウィークの5月4日はベガルタ仙台戦、この試合ではインドネシアフェスを開催します。本日は皆様にファミリーパーク情報をご案内します。ファミリーパークは小さなお子様から大人までご家族揃ってお楽しみいただけます。おすすめコンテンツその1、巨大アトラクションが登場。ヴェルディ君ふわふわダブルスライダー、ダンボール迷路が大集合。参加費はワンコイン500円、3つのアトラクションが遊び放題です。おすすめコンテンツその2は未来の塗り絵です。自分の塗り絵を専用の機械で読み込むとモニターで絵が動き出します。こちらは無料で遊ぶことができますので、ぜひお立ち寄りください。今回ご紹介したアトラクション以外にも仙台戦はイベント盛りだくさんです。よりお得に楽しみたい方は会員価格で楽しめるキッズパス入会がおすすめです。キッズパスは年会費1000円でファミリーパークアトラクションの参加料金が安くなったり、ホームゲームも全て観戦し放題となります。当日ファンクラブブースまたはファミリーパークでご入会ください。ゴールデンウィークはご家族揃って味の素スタジアムにお越しください。